じゃあ人の大きさがね、化け物かもしれない。はい、交通の趣味部屋へようこそ。今回はね、ちょっと違った形で、紹介したいと思います。前回も話しましたけれども、秋葉原でね、探索してまして、そこでね、いろいろと買い漁ってきたものを、紹介したいと思います。まあね、こういう形でしきゃ、ちょっとね、撮りづらいなって思ったんで、今回はね、この形で、紹介していきたいと思います。まずね、紙袋、この紙袋に入ってるんですけれども、じゃあね、一つ目いきます。じゃじゃじゃんとね、はい、ドラゴンボールカプセル、ね、ドラカプからね、ゴジータ、はい、こちらをね、購入してきました。いくらかって言ったら500円、500円でね、買ってきました。はい、すげえ思った。500円で薄いなと思ったけど、今気づいた。天使の輪っかがない。ジャンク品やないか。全然気づかなかった。天使の輪っかがないわ。あら、邪念版の時のゴジラだから天使の輪っかがないとおかしいんだけどね。うわ、天使の輪っかがないわ。どこにもないわ。あらららら、マジか、書いとけよ。まったくもリバティさね、まあこういうこともありますよ、人生ね。はい、続いてですけれども、続いてはね、ちょっと一番くじをやってきたんですよ。はい、とあるショップでね、ワンピースの、前回ね、あの紹介したゾロのフィギュアありますよね。あのくじを実際引けなかったんですよ、自分はね、一回も。で、秋葉原行ったらやってたんですよ。なのでちょっと自力で引きたいなっていうのがあってね、ちょっと一回だけね、ちょっと引いてきました。はい、その結果、じゃじゃじゃんとね、ものの見事に、B 賞っていうね。はい、まあ、D 賞のグラスもいいんだけど、まあ、C 賞か、 C 賞のグラスもいいんだけど、ちょっと絵柄的にあんま惜しい絵柄がなかったんでね、B 賞で良かったです。これはね、普通に使っていきたいと思います。で、絵柄はもちろんソロ、はい、まあ、これは決めてたんでね、この賞が出たらどの絵柄かっていうのをね、もちろんゾロを選びました。はい、これは実際使います。はい、で、続いてですけれども、続いてもね、さっきものの見事に裏切られましたリバティさん、そこでね、面白いものを買ってきました。紙袋の中に、紙袋、はい、なんやねんこれって思いますけれども、こちらになります。ドラゴンボールの、福袋かと思ってね、買ったんですけれども、レシートを見たらね、うつ袋って書いてありました。うつ袋やんと思ってね、まあ、1000円なんで、
まあでもドラゴンボールだからいいかなと思ってね。まあだから実際何が入ってるかわかんないですよ。これをね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。見れないように厳重にね、こうテープでしてあります。何が入ってんのかな。はい、ではね開封しましたんで、じゃあ実際にねちょっと出していきますよ。何が出るか。ちょっと待って、なんかいきなりねちょっとなんか板状のものがちょっと触れたんですけど、一番最初にこれなんだろうな、この板状ちょっと色紙っぽいな。いきます。一つ目、じゃじゃん、色紙でした。スーパーサイヤ人老星ですね。これ持ってない、これ持ってないから嬉しいですね。しかも800円です。いきなり定価じゃねえけど、800円のやつが1000円の袋に入ってましたよ。いやこの時点でこっちじゃないですか。いやこれはね、俺持ってないんで嬉しいですね。これね、いやこれいいわ。あ、これ結構当たりじゃねえ。これで終わりだったら面白いけどね。ちょっと待って、あ、これちょっと触れたもんから読もうか。あ、これなんだこれ。ちょっとね、あのブリスターパックに入ってるもんがあります。ブリスターっぽいやつ。よし、行きます。それで、せーの、はい。でも結構好き、俺こういうの好きよ、こういう航空、これいいんじゃない。しかもねこれ1500円、これでも超えたじゃん、これ1000円。これちょっと当たりちゃう、これ買って当たりだよこれ。いや、みんなからしてみりゃゴミかもしんないけど俺からしたらこれちょっと嬉しいね。こういうね、なんかデフォルメチックなね、キャラクターとか好きですね。しかもドラゴンボールで悟空だしね。いや、これいいな。1500円のやつ入ってました。これですでに2300円取ってますね。さあ続いて、ちょっとまた何かあったんでね。あ、これはなんだ。あ、これはちょっとね、ちっちゃいフィギュアっぽいね。ちょっとさっきのドラカプっぽいやつ。でも絶対ドラカプじゃねえわこれ。よし、行くぜ。せーの、じゃん。ジレンジレン、なんだっけ、バーサスシリーズのね、ガチャガチャのジレンだ。あ、俺これ持ってない。このシリーズやったんだけどジレンは出なかったね。しかも500円。お、これいいじゃない。この袋うつじゃねえよ、うつじゃなくてうつを治療してくれる袋だわこれいやこれ嬉しい。いやジレン欲しかったね結構。いや、やったこれ。よし、当たり今んとこ。まだあるかな。あ、ちょっと待って、まだあるぞ。これなんだ。これもあった。ちょっと袋入ってんな、ビニールに入ってんな。あ、ちょっと大きいかもしれん。よし、行くぜ。せーの、じゃん。あ、イマジネーションのスーパーサイヤ人
シリーズのね、悟空とご飯と、ゴテンクスのねやつと対になるブームのやつですね。イマジネーションフィギュアガチャガチャのね、値段がなんとじゃん1200円。これ勝ちだわこれ。いやイマジネーションね、前、結構前はね本当集めてたんですけどね、全部売っちゃいましたね。なので再度欲しかったんですよ。ちょ再度ちょっと集めようかなと思ってたんですけどね。いやこれはいい、いやこれは当たり、これいいのかこれ。いや俺の中でめっちゃ当たりなんだ。まだあるか。これラストですね。ラストになんか1個あるな。あ、これは箱物です。はい、しかもちっちゃい箱物。なんだろう、ちょっとねスタイリング系っぽいな。よし、いくぜ。はい、いきます、せーの。マジか、これ。しかもこれ未開封。俺これね最初のシリーズは買ったんですよ。でもあんまいらねえかなと思ってそれ以降のシリーズは買わなかったんですけど、なのでこれは持ってないですね。ご飯、わこれ嬉しいわ。めっちゃおとりなんだけどこれ。嘘。でこれで以上。ということでね、並べてみるとこういう感じになりますね。いやこれは当たりだわ。いや、鬱じゃなくて鬱が吹っ飛ぶ袋でしたね。唯一ね鬱に入っちゃったのは、普通に買ったこれですね。普通に買ったこれが一番鬱でした。はい、これが一番外れやないかい。いやこれは買ってよかったな。あんまこういう福袋系は買わないんですけどね。いや今度からちょっと見つけたら買おう。面白いねこうやって開けていくのね、何が入ってるか。もうね、年末になるんでね、こうちょっと年明けの1月1日とか福袋ね、いやちょっと買い求めに秋葉原行こうかなこれ。いやーこれはすっげー嬉しい。はい、ということでね、今回は以上、これでね一応秋葉原で買ったものの紹介はね終わります。はい、いやーこれは結構嬉しいところでね、これも嬉しい、これ嬉しいな。ジルも嬉しいし、いや全部嬉しいわ。はい、これだけ打つだけどね。はい、ゾロも出てきた。はい、で以上で、今回のね、秋葉原で購入してきたものをご紹介終わりたいと思います。ではね、また別の機会で、ご視聴どうもありがとうございました。